なんかこいつとさ、こいつらはさ、なんかちょっと並び引っ張ったな。こいつ、ね、それプルツとエボルトと、あ、うん、あ並びっていうのはそのなんかストーリー上ね、なんかこういうの書いてある。どれがプルツ？これ。プルツとクラブエボルトと、ここが並んで、あとこいつはなんか3人並んでるっつって。へえ、なんでだろうね。なんでだろうね。あ、なんだろう。あとエボルト行きまーす。はい、どうぞ。お願いします。お願いします。これさ、裏紙全部集めてたらさ、さすがにストーリーわかるかな。まあ、わかるはわかるんじゃない。結構寝てね、右上が開いちゃったね。まあ、こっちで修正するか。結構いくか、うん。はい、ダイヤボルトいきまーす。これ、石井、どのキャラが一番好き？俺はね、まあ、スベロー、まあ、まあ、一番好きだけど、真っ赤、守る歌かな。守る歌？守る歌なんだ。可愛いからね、なんか。これか。これさ、飽きすぎか、感覚。お前やった？いや、大丈夫だな。守る歌ってルーターになってんだ。そうそうそう。なんか全部そのメールのマークのやつは多分全部 SNS 系みたいな感じになってて。結構うまく来てると思う、ここまで正直。ありがとう。我ながら。ありがとう。むしろちょっと詰めすぎた説もある。いや、いいよ。ちょっと曲がってってんのが怖いの。広がってってる、ここが。ちょっとここらで、うん、修正しないとまずい。あのちゃんって出過ぎ？昨日からライン始めたんだ。ええー。面白。エグくん？エグ、今までどうしてた？分からん。メール？かな。でもツイッターとかやってたんだな。不思議。エグいぜ。本当かな？本当の可能性全然あるか。あのちゃんって LINE してないんだ。じゃああのちゃんまだスタンプとか買ったことなかったんだ。これどう？そうかもね。切らすとこれが貼れれば大丈夫。はい、じゃあすいません、クラブエボルタで一列決めさせてもらいます。はい、お願いします。はい、全然大丈夫です。ギリだね。ここはちょっと角削れてんだね。うん。くっつけちゃうかちょっとこれ。角かけてるから。いいんじゃないだよ。それでも前に行くしかないんだから。大丈夫僕の場合は。だいぶ詰まってるけど。これでもう行こう。オッケー。決まりました、一列。お客さん、決まりました、一列。あ、決まりました。あ、まだ、あの、決まっただけです、一列。あ、わかりました。綺麗に決まってんすよ、一列から。じゃあ、ついたら教えてください。綺麗だね。はい、ついたら教えてください。あ、それできてるのか、しょうがない。あ、そこがね、欠けちゃってるんですよ。そうなんですよ。先に教えてほしかったな。先に考えてほしかったな。あ、すみません。いや、お客さん、友達なんですか、お二人。仕事仲間ですか。いや、さっき一緒に偶然乗り合わせて。そんなことあります？相乗りですか？偶然ちょっと。え、今なんかありました？なんか。あ、いや、お客さんたちどうなの？あ、いや、なんか、なんか今おっしゃってた、なんか教えてほしかったなみたいな。あ、こう、家具こう、ちょっとずれてるんですけど、ここ上、なんか余っちゃう。あ、そうそうそう、ここ削れちゃってて貼れないんで、ちょっと。それ先行っといてもらっていいですか？いや、あの、お客様はもちろんお任せって形ではおっしゃってたんで。あ、でもそれは普通に行った方がいいじゃないですか。え、ちょっとその確認しようかなと思った声かけた時の。あ、いえいえ。はい、あの、着きましたとか。あ、おっしゃらなかったんで。これどこ、これ会社どこですか、これ。え、あの、ビッグマン交通です。ビッグマン交通です。ビッグマン、はい。ビッグマン交通、はい。ビックリマン、はい。ビッグマン交通、ビックリマン交通です。お名前、あ、石井さん。あ、はい、一回書いたかな。はい、はい、はい。
言っておきます。はい、いや、会社の方にお伝えしておきます。いや、まあまあ、もちろん、それはお客さんの自由なんですけど、はい、なんかしましたっけ、私。あ、彼女全然のことを教えてくれなくて、勝手に貼られちゃった。いや、その、あのお客様が、あの一応全部、あの社内レコードは取ってますんで、こっちも。はいはいはい。あ別に、はい、あの、問題ないんですけれども。はいはい、じゃあ大丈夫ですよね。はい。じゃあ言っておきます。ご報告、ね、その。言っておきます。え、な、はい、なんですか？もう、はい。個人タクシーにもなれないかもしれないですね。いや、別に、別に小田くんなきゃないんですけど。はい。はい、はい、もう大丈夫です。まあ、下打ちしましたよね。してないですよ。え、でも聞こえたんで。あ、申し訳ございませんでした。あ、じゃあしたんですね。いや、いや、してないですけど、そう聞こえたなら、そう聞こえたなら申し訳ございませんでした。社内レコードあると思うんで、さっき自分でおっしゃってたんで。はい。これもかぶっちゃってますけど、あ、じゃあ確認させてください。かぶっちゃってるんですけど、はい、上とのズレ考えてちょっとここをかぶせちゃいますね。あ、おかします。ビッグマン交通でしたっけ。あ、ビッグマン交通です。では、じゃあ会社に連絡してきますか。裏紙捨てないでもらっていいですか。いや、あの一応先ほど確認しようかと思ったんですけど、ってことはしてないってことですよね。してないですよ。でも、うん、僕もお任せしますっていう形だったので、うんうん、私もあまり声かけない方がよろしいのかなと思う。それ大事なことは絶対聞いた方がいいじゃないですか。これってどこでしたっけ、会社。これビッグマンホットです。何でも一回会社確認するんだ。あ、分かりました。じゃあ会社の方にお伝えしております。あ、もう今ゴーペイで払いました。あ、本当ですか。はい、ありがとうございました。またビッグマンコースお願いしてます。あ、ゴーペイってやります。先に払いやつなんで、これあの捨てないでもらっていいですか。はい、先言いましたよね、それは。これ捨てないでって言いましたよね。はい、申し訳ございません。何で捨てたんですか。聞いてなかったですか。いえ、あのわざと。いや、申し訳ございませんでした。嫌がらせで。いや、とんでもございません。申し訳ございませんでした。あれ、これ会社どこでしたっけ。ビッグマンコースですよ。ゴーペイってその事前にもうその決済済ませられるやつなんで。あ、ありますよね。はい、なんでそんなの知らないんですか。いやいや、あの存じ上げてます。今降ろそうとしたね、僕のこと。いやいや、あのなんかあのゴータクシーっていうのアプリの方と聞き間違えておりました。申し訳ございませんでした。はあ、ゴータクシーでゴーペイ使えるのもあの把握しておりますけれども、はいはい、あの後から払う方も、あの後から払う方もいらっしゃるので。あ、でも事前に払えるんでね。はい、はい、それもあの存じ上げてますけども、はい、そうなんです。ゴータクシーで後から払う方もあのたくさんいらっしゃいますんで。本当ですか。はい、事前に払う方だけじゃないですからね。ゴーペイで払ってるんで、運転者の方にも通知ってくるんですよ。あの、ステーデって言いましたよね。はい。何回言ったら分かるんですか。あ、申し訳ございませんでした。すいません。これ会社どこでしたっけ。ビッグマンコースです。領収書もらっていいですか。領収書、あ、貸しました。え、じゃあ停車で形よろしいですかね。あ、いや、あの、後で止まったらで。止まったらですか。目的地着いたらで。あ、かしこまりました、はい。はい。お願いします。で、電子のやつですか。紙媒体のやつでよろしいですか。あ、紙のやつでください。紙のやつでかしこまりました。はい。電子のやつどうやって出すんですか。電子のやつアプリで出せるんで大丈夫です。あ、そうですか。あの、そちらをあの取るということだったら、お客様にはそれをご案内しようかなと思ったので、はい。知らなかったでしょ。はい、領収書。これは本当に。何回言ったら分かるんですか。はい、完全に向こう、その、そちら側の落ちるんですよね。これ何回も捨てて。はい、申し訳ございません。ちょっとあちらのお客様の対応でちょっとごめんなさい、私も。会社どこでしたっけ。ビッグマンコーツです。切れてもいいよ、先生。こんだけ会社聞かれたら。ちょっとあの、すでに、あの、以前のスベローマが曲がってるんで、そこはちょっと申し訳ございませんが。それと僕ら関係ないですよね。あ、そうですね、以前のお客様の問題なんですけれども、ちょっとあのその、あの提供でだからご迷惑をおかけするんですが、ちょっとシールの感覚とはちょっとずれさせていただく。ちょっとこちらのあれでよろしいですか、お任せで。あ、かしこまりました。はい、ずれさせていただく。結構この仕事長いんですか。まあそうですね。へえー、大変ですね。いい、まあコロナ禍に比べれば大変も。はい、本当ですか。そうなんですね。会社はこれビッグマン交通です。ちょっと時間かかりすぎじゃないですか。すいません、あのこちらもあの安全運転で行かせていただいて。さっき Google マップで調べたらもう17分ぐらい着くみたいな。はい、あのけどあの渋滞の直後もちょっとしておりまして、うん、Google マップそれ踏まえたら、はい、通知出してくれるんで。でもあの全部が全部あのマップ通りというわけではございませんので、はい、まあでも大体一緒ですよね。いやでも安全運転ならね、あのちゃんと法定速度を守ってやらせていただいてますんで、うん、Google マップも法定速度守ってますよ。それはそうじゃないですか。
そうなんですけど、まあ、Google マップさんの見立てよりもちょっとあの実際の道が混んでたということでご理解いただけたらと思いますけど、 Google マップさんって言ってますよ。 Google マップで後輩なんですか。いや後輩とかじゃないですけども、あの一応そういった丁寧に喋らせていただいた方がいいかなと思います。私もそういう言葉遣い選ばせてもらってます。やっぱこの仕事大変ですか。そうですね。そうですよね、はい、大変ですよね。お客様みたいな、ね、方もいらっしゃいますんで。あ、どういう意味ですか。いや、あのお客様みたいないろんな方がいらっしゃるって言うんですよ。はいはいはい、はい、はい、もちろんいらっしゃるんで、まあ大変な時はありますね、はい、え、これ会社どこでしたっけ。ビクロン交通です。あ、そう。遅いよ。いや、でももうもうこれは丁寧にやらせていただいてますんで。一瞬も生まれてコント見る時間って。マジで眠い。ちょっと一回寝ます。一回寝る？動画中に？一回ちょっと石にちょっと全部任せるわ。よいしょ、これ上に重ねていて。これ、まあ、大丈夫か？ちょっとずれてるけど。綺麗でも。これ当たったの嬉しいな、でも。いい子。ね。正直、あ、もう重ねてきて。正直、本当に最後諦めたのね。うん。正直当たんないと思ってた。うん。結局積もっちゃうなよ。すごいね。願えばね。なんか俺上手くなってきたかも、春の。ペース上がって、上手くもなって。何だった俺今。三角形。あとで、あとで。あとででいい。今じゃなくていいよ。途中で振り返りたくなるじゃん。すごく真っ当な意見。ありがとう。転訳しレベル、レベル、伴速、伴速ヤマト、ちょっと意味は全く分かんない、意味は分かんない、うん、なんかこの悪魔側のさ蔓延するみたいな違う、ごめんなさい、やつらがさ、表紙え、あちょっとここ間違いないようにしてこの位置に青い髪のやついないの。僕はピカッとスマイルあげないぜ。僕は僕なりのキャラクター。このこいつらいないの。ここいないんだね。このこの青と黄色がいないんだね。それなんかそのあれ系じゃない、クインテッド系でいない。いないんだよこいつ。これはいるんだよ。あーほんとだ。あ、じゃあクインテッドなんとかなのかなね、うん、クインテッド。よかった、クインテッド。クラナス、マーキュリー、アースとかいんのかな。マーズ、ネプチューン、ごめんなさい。クインテッド、ジュピターとかいんだろうな。ね。水、水星って何。マーキュリー。マーキュリー。金星ってなんていうの。わかんない。金星、金星ってなんていうの。セーラームーンのあれでしょ。水金、そうだね。セーラーマーキュリー、ジュピター。ジュピターは木星だもんね。木星、緑の、緑の子、あのオレンジ、オレンジの子、オレンジの子だよね、多分ね。え、何がジュピター。いや、金星、金星、うん、マーズ。いや、マーズは火星だもん。マーキュリーは水星だって。こいつ絶対大学行ってんだろうな。めちゃくちゃ後輩だ。バリバリ高卒しようがま高校高三共学男子を消える。バリバリ最後の一枚になります。炎上エンマユイが独尊。終了。ああ、着きました。はい、着きました。はい、はい、2800円になります。あ、もう5ペで払ってます。はい、あ、一応確認です。はい、あ、あの、お世話ない、ご付けください。領収書ください。はい、さっき言いました。あ、はい、今出してますんで、はい、はい、こちら領収書になります。はい、ありがとうございました。はい、こいつその場所なのに領収書しかない。はい、ビクマンコーツまたご利用ください。ありがとうございました。